ね、良くないですね。ちょっとかなり詰まってましたから。そうですか、はい、内側の球をドン詰まりのサードゴロでした。1球目外側だ、カット系でした。もちろん去年のチーム最多打点、そしてホームランも17本、これはチーム2冠です。いや、まあ、こうやってね、今のも結構いい感じのね、バットがきちっと触れたファウルなんでね、はいはい、ビシエドは文字通り右に引っ張ることができます。ツーアウト満塁、ワンヒット出れば逆転。力んだのはサンチェスの方です。仲間が2つミスをしました。そうですね、こういうところを粘ってくれるのもね、ピッチャーね、サンチェスね、どうかね、はい、もう2人ね、吉川と岡本はビビってますよ、お願いだからね、あのままの凡打にしてくれと、はい、拾った、打球はレフトの前に弾んでいきました。2者を迎え入れた、バックホーム途中でカット、タッチできませんでした。ビシエド逆転タイムリー、しっかりと結果を出しました。躊躇なく今二塁ランナーも帰ってきましたね。レフトのウィーラーなんでね、秀典もね、コーチももう迷いなく回しましたね、はい、でも甘いスライダーとはいえね、チェンジアップかな、甘いねボールとはいえよく打ちましたよ、はい、はい、頼りになるビシエド。いや、これはでも大きいな、本当にね、ドラはね。いや、本当ですよ。相手が上げますよっていうものをアウトになっちゃうとね、はい、ですけど上げますよってありがとうってね、はい、こうやって点数ね取れたっていうのはかなり大きいですね。しかも2アウトからの得点でした、はい、目標通り一軍の大走枠に入りました、はい、スタートの構えだけ三遊間を破ってきます。ビシエド2安打、いいですね、はい、だから先ほどはまさかね、ノーアウト2塁でビシエドに右打ちのサインは出てないと思うんですよ、ええ、ただビシエドももう日本長いんで、はい、そういう野球をやってしまって浅いね、インサイドのボールをライト、はい、浅いライトぐらいになってしまったのかなというね、今でもインサイドですから、はい、まあ、こうやって引っ張ればチャンス、大チャンスになるわけでね、ええ、はい、